クリゲの馬、オバナクリゲクリゲは馬の毛色の一つ。一般に気褐色の毛を持つ馬のこと、またはその状態そのものを指す。多量のフェオメラニンと少量のエウメラニンによる全身の気褐色が特徴である。影と異なり、部位による色味の違いはあまりない。影との区別は体色がより明るいこと、獅子が黒く着色していないことにより行う。 他に間違いやすい毛色は、土地クリゲ、月毛などがある。影と並び最も一般的な毛色の一つであり、広い品種に見られる毛色である。おおむね、サラブレットの1、4、クォーターホースの1、2を占める。明るい長毛を持つ個体を、オバナクリゲと呼ぶ。逆に黒い長毛を持つ個体もいる。クリゲの原因遺伝子は、MC1R の S83 回変異型である。 MC1R は、MSH のシグナルを受け取り、フェオメラニンの合成を抑制し、エウメラニンの合成を促進する機能を持つ。クリゲ遺伝子をホモで持つと、MC1R の本来の機能が働かず、結果として、フェオメラニンが過剰に合成される。これがクリゲである。メラニン合成系の制御機構は、MC1R 遺伝子のコピーが一つのみでも、 正常に働くため、ヘテロ個体はクリゲにならない。これらは、人における赤毛の発言機構と類似している。なお、トチクリゲや月毛も、同様にクリゲ遺伝子を、ホモで持つ。月毛は、クリゲ遺伝子に加えて、クリーム様希釈遺伝子が作用し、メラニンの総量が抑えられることで起こっている。一方、クリゲとトチクリゲの差が、どのように生じているか、 現時点では明らかでない。ウィキメディアコモンズには、クリゲに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。